社は地域の心の拠り所です。毎年恒例の春季大祭は通称風祭りと呼ばれ、古くから伝わる歴史ある祭りの一つです。昔から5月1日から2日間にわたり氏子の各町内が神輿渡御を行うなど盛大に行われます。白山神社のお膝元、白山町南部地区の清掃年会は南部会といい、毎年風祭りを盛大に盛り上げます。その南部会が今年創立35周年を迎え、記念に新しい神輿を制作しました。こちらがその神輿です。重さ110キロ、大輪から鳳凰まで 1.2 メートルという豪華な竿燈式の神輿です。念願の神輿は10年以上前からメンバーが制作を計画し、祝儀などのお金を地道に積み立て実現したものです。前日には神輿への入魂式と35周年の記念式典を前に関係者が準備を進めていました。いいな、俺だな。もうちょっと出した方が見栄えいいぞ。いいね、うんうん、その見栄えするわ。ちょっともうちょっと邪魔にならん。いいですか。いいだろ、いいね、ごくいいわ、最高だ。昨日一応初めて見まして、まあ一応この神社の中に入れさせてもらったんですけど、まあすごい神輿で、長年の夢がやっと叶ったかなっていう、ほっとしてます。また素晴らしいお神輿ですね。まあ南部会としての一つの歴史を築いたと思います。こちらは今までの神輿です。25年以上担ぎ続け、数々の歴史を刻んできました。ほら借りてね、もうこれね、何年も担いだんでね、非常に愛着あるんですけども、まあ、新しい神輿来ましたんで、まあ、一応交代ということで最後の化粧ですね。準備は深夜まで続きました。式典と入魂式当日は、入村市長をはじめ、地元歴代町内会長、神社奉賛会や住民が見守る中、クラシナー宮司により神事が執り行われ、神輿に神様が移されました。すいません、今の気持ちお願いします。最高です。長年培ってきた先輩方の意思を継いで、こういう神輿が作れたっていうのは本当嬉しいことだと思います。初めてご覧になった時はどんな気持ちでした？もうやっぱり惚れ惚れして見とれてしまいましたね、はい、まだ若い人たちにどんどん入ってきていただいて、また誇りを持って自信を持って担いでいける神輿、そして祭りにしていきたいなと考えております。孫子供ということで、やっぱり100年200年とこの神輿が続いていって、じいちゃんたちが作ったんだねというふうな歴史が残ればいいかなというふうに思ってます。白山神社はですね、こういう若い人たちにこれから支えていただいて、末永く私どもこの神社を守っていきたいと、こういう気持ちでいっぱいでございます。南部会35周年万歳！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 ありがとうございました。念願の神輿は今年の風祭りで初めて新井地域を巡行します。そして今後も地域の氏子らにより風祭りとともに長く伝えられていくことでしょう。